はい、えー、この度ですね、この2時間22分の YouTube チャンネルが、チャンネル登録4800人いきました。 ありがとうございます。今日から7月ですね。はい。まあ、このチャンネルもですね、もう気づけばもう9年、10年、9年ぐらいですか経ちますけども、9年かけて、亀のごとく、一歩一歩進んでおります。<laughs> ありがとうございます。まあ、この動画を公開すると、一気に30人ぐらい減るかもしれないですけど、 ありがとうございます。はい。あのね、あの、僕あの YouTube 使ってますけども、すいません、あの、YouTube 使ってるんですけど、YouTuber みたいな感じではない部分もあるけども、そういう動画もアップしてますから、まあ、よくわかんないんですけど <laughs> まあ、基本的に僕は YouTube を活用して、それで集客をして自分の商品を売るっていうね、えー、ビジネスをやってるので、あまりチャンネル登録登録してねとかね。 多分あんま言わないし言って、多分記憶がないですね。チャンネル登録してねとう。メルマガ登録しろとか、商品買えとは言ってきましたけど、チャンネル登録してくれと言ったことは僕の記憶ではございません。<laughs> あの、メルマガ登録お願いします。あの、チャンネル登録しなくてもメルマガ登録お願いします。お願いします。あの、実はね、今日から、今日7月1日からですね、 僕の裏メルマガの方で AI 講座っていうのをね、えー、流します。で、あとは、同時キャンペーンで、えっと、L の部屋の買い取りアップ、7倍アップキャンペーンみたいなのを18時から、今日の18時からやりますので、えー、両方です。AI 講座も無料で受けられるし、キャン、その、買い取りアップっていう、あなたの質問とかね、あなたのお悩みをね、買い取りますよと。ペイペイでお金払いますよと。 まあ、通常100円でやってるんですけども、今回は、えー、7倍ということで、えー、あなたの質問とかね、あなたの悩みを、えー、700円で買い取ってペイペイで還元していきますよと。で、採用された、今回キャンペーン7月1日から7日までやるんですけども、えー、そこで採用された方はですね、8月1日から放送していきます。 いやー、僕もね、まあ YouTube、この、まあもともとね、僕 YouTube ね、赤番くらったんですよ、最初。最初赤番喰らいましてで、そっからこっちのチャンネルに移行してったんですけど、そう赤番くらいましたね、赤番そう。なんかね、普通に動画撮ってるやつだったんですけど、なんか、ダメって言われて、意義申し立てしたら、未だに覚えてますけど、 なんでこの動画ダメなんですかっていう異議申し立てしたら、なんかあの、5分ぐらいで、これもダメです、あれもダメですっていう、で、数分後に赤番食らいました。異 <laughs> 議申し立てし,した瞬間に5分圏内でこれもダメ、あれもダメっつって赤番されましたねあ。トラウマですけど。<laughs> だからもう Google には逆らわないっていうね。あんま逆らわないっていう。 でも、昔に比べると、かなりその、Google のね、YouTube の精度は上がってるのじゃないかな。五人、5人判定というかね。まあそういうのはなかなかなくなってきたんじゃないかなとは思うんですけど。まあまあまあ、あの、一応僕はあの、死ぬまでね、動画は撮っていこうと思ってますので、撮れるまでね。そう、僕、この前ね、あの、びっくりしたんですけど、僕、誕生日がね、10月1日なんですよ。今年の10月1日で42歳になるんですけど、 この前、あの、僕、最近、あの、金曜は夜更かしっていうね、金曜日酒飲んだコンテンツをこう、シリーズでやってるんですけど、その金曜は夜更かしの、あの、テーマで、アントニオ猪木さんをね、ちょっと取り上げてたんですけど、アントニオ猪木さんって、僕、ちょっとすみません、知らなかったんですけど、あの、亡くなられた日がですよ。亡くなられた日が、なんだ、10月1日だったんです。僕と誕生日一緒。だから、猪木が亡くなった日に僕は生まれてるんですよ。 闘魂ですよ。そう。頑張ります。だから僕も、まあ、猪木さんもね、最後、あの、病院でね、あの、僕はあのー、まあ、今、今も YouTube 残ってると思いますけども、あの、強いね、めちゃくちゃ強かったアントニオ猪木、闘魂だーみたいなね、やってた猪木が、もう顔めちゃめちゃ痩せて、その病院のベッドから YouTube 撮ってて、まあ、それすげえ再生されましたけど、あんな強い人がね、こんな、 表情になるんだ、みたいな。なんか、やっぱ、年取るもんですね、うん。まあ僕も年取りましたけど。<laughs> だからまあ僕はもう猪木さんを見習って、猪木さんを見習って、あの死ぬ前まで YouTube やりますんで。で、死んだ後バズる。<laughs> 死んだ後バズるかもしれないですけど。結構ね、僕はあの、取ったらバズるんじゃないかなと思ってます。 70, 80になってずっとた、例えば YouTube 動画も YouTube 歴30年です。動画本数10万本以上アップしてます。80歳とかでも,もうバンバン YouTube アップしてます。多分あんまいないと思って <laughs>。で、そうなったら取り上げてくれるメディアがあるんじゃないかなとは思うんですけどね。80歳30、YouTube 歴30年。動画、これまでアップロードしていた本数10万本以上。現役 YouTuber80 歳の 2時間22分チャンネルさんに今日はインタビューしたいと思いますみたいな、ね。どうもーみたいな。まあ、80でもどうもしますからね。多分。あ、最近ね、あの、ドーム T シャツ。そう、ドーム T シャツ。そう、ドーム T シャツ。あ、これ、ドーム T シャツ、これ、全だけしかある,あ,あるな。はい。あ、ドーム、あ、ドーム T シャツ着てやればよかったな。ごめんなさい。こんちドーム T シャツ。こちら絶賛販売中です。 ちょっとね受、受注せ、もうね、購入していただいた方いて、あの、受注センサーになるんで、ちょっと配送を、まあ在庫があるときは早い、ちょっと早いかもしれないですけど、まあ、基本在庫置かないので、はい。在庫置いても10本ぐらいですか。はい。こちら、ドーム T シャツね。ちょっと来ましょうか。こちら、5000円です。税込5000円で、販売しております。どうもー どうですかどうも T シャツ。いらない。5000円。高い。いや、これ原価ね。僕ね、Tmix っていうサイトでこれ作ったんですけど、Tmix で1枚で注文すると、3000、税込み3200、百円なんですよ。すいません。もう原価それぐらいかかってるんでね。<laughs> Tmix で1枚注文すると3 2二三百0 0円です。税込みで。 で、そっから、まあ僕は個別で配送していくので、配送料ですよね。で、あと手間、その梱包とかね、配送手間賃をちょっと入れると、まあ利益としては、まあレターパックス、レターパックプラス520円で送るんですよ。1枚3300円ぐらいでしょで、レターパックプラス520円で、まあ約4000円ぐらいじゃないですか。で、まあ手間賃入れ、手間賃もう数百円としましょう。<laughs> でも4000円ぐらいだとして、<laughs> ま、利益としては1000円ぐらいですけど。すいません。ぼったくってますか利益1000円。ダメかすみません。<laughs> ま、そういう理由で5000円です <laughs>。そういう理由で5000円ですので。まあ、あの、一般的に売られてる T シャツとかね、何万枚とかでロットでバーって大量生産してるから、まあ、安くなってるだけであって、あの、1枚注文とかだと高いですからね、普通に。<laughs> ま、これ調べてください。まあ、調べなくてもいいと思いますけど。 でもね、tmix ね、すごいいい、すごいですよ。あの、サイト上で、まあ、普通だったら、いられあられあられちゃんあの、いられとかでレ、フォトショップとかね、あの、この素材作って、その、画像データとかをね、納品して、それで印刷してもらうみたいなのが、ま、大体ベターじゃないですか。なんだけど tmix さんは、そのサイトの中で簡単なデザイン、こういう文字とかね、ちょっと簡単なやつだったら、もう、サイトで作れちゃうんですよ。tmix は。 うん、で、サイトで自分でその、入れて、もうすぐ注文できるんですよね。すごいですよ。すごい。うん。はい。これね、あと、サイズはですね、XL のみになります。で、今のところは、この赤いやつの、ちょっと赤いく、赤くて、ちょっと、色が濃い感じのやつですね。うん。 で、もう、あの、なんだ。こう、チャンネル名をね、結構ね、変えてきたんですけど、チャンネル名をもう変えることはないです。この、あ、そうそう、この2時間22分っていうのは、あの、僕が好きなね、ソーシャンクの空にっていう、ちゃあの、映画があるんですよ。で、ソーシャンクの空っていう映画が、僕は、え、いろんな映画見た中で一番僕は好きなんですよ。感動した映画で、そのソーシャンクの空、自由だーみたいな。あの、 排水口、あの、うんことかションベンの排水口をこう、こう主人公がこう、排水口ばって自由だーみたいなね。で、その映画が、放送時間が2時間22分なんです。なので、もう2時間22分っていうね。だからソ、ソーシャンクの空をリスペクトして、2時間22分にしました。プラスエッセンスとしては江頭さん。江頭2時50分さんのエッセンスもちょっと入ってるんですけど。 エッセンス、まあ、その、2時間22分っていう数字は、そのソーシャンクの空からで。で、江頭さんの江頭2時50分さんのやつもちょっと入ってます。リスペクトとしてね。そう。江頭ちゃん、僕好きなんで。はい。でも、チャンネル名はこれ多分変えることないので。あとね、あの、T シャツを販売始めたんで、YouTube のヘッドの画像も、ちょっと変えました。ドームにしました。で、これも多分変えないっす。ずっと。 ちょっと変えたんあ、か、変えるかなチャンネル名は変えないけど、ヘッドの画像はちょっと変えるかもしれないですね。もしかしたら。今度ね、緑を積む、あ、赤のキツネ、ね、緑のタヌキってあるじゃないですか。だか緑も作る予定なんで、緑が、赤と緑が出たら赤と緑が並べるかもしれないですね。<laughs> 緑はね、ちょっとあの、年末か、ちょっとまた、作ります、はい。一応あの、メインはこの赤で。 メインは赤でいきます。はい。こんな感じですかね。はい。ということで、これからもね、いろんな動画、アップしてきますけど、最近はやっぱ、まあ僕も商品売ってるんで、最近はやっぱコンテンツの割合はできるだけまあ、あ僕が売っている商品のネタとか、そっち系の動画のテーマを多めにしている、 意識はあります。<laughs> はい。もう何こ、こいつ何やっとんねんとか、こいつ、このチャンネル何なのっていう、よくわかんな,くないですかよくわかんないですよね。<laughs> そもそも、何屋さんですかみたいなね。よくわかんないですよね。なんで、まあ、その、ちょっとい、いろいろ、まあ、考えながらやってます。考えながらやってますけど、僕にしかできない、僕にしか多分アップロードできないような動画をアップしていきたいなと思ってます。 みんなね、やっぱね、まあ僕は3万本、もう3万本やってるやつってあんまりいなくないですかどうですか ?YouTube、特にお金稼げますよみたいな僕コンテンツやってるんですけど、3万本やってるやついねえと思うんですけど、なんかね、みんなやっぱね、まあこだわることは悪いことじゃないんですけどあ、気にしすぎ、気に、まあ気にすることも悪いことじゃないんですよ。 だけど、周りの目を気にしすぎだなっていうのがすごくあるなと思います。特にこれから情報発信していくんだったら、触れてなんぼじゃないですか、そもそも。アクセスとか触れてなんぼなんで。うん、その気にしてたらできないよって話で気にしてるんだったらそれはネットやんなくていいんじゃないまあ、別に僕は顔出ししてますけど、あの、気にするんであれならば、まあ顔出しせずやればいいだろうし。 まあ、あとは今 AI 出てますから、AI で音声とかね、あの、画像とかね、あと喋るみたいなやつもできますから、で、それでやってもいいだろうし。で、僕はなんでこれでやってるかっていうと、これがめちゃめちゃ楽勝だからですね。編集してないし、<laughs> そ編集してないし、もう、一、一撮りなんで。僕台本ないですから、いつも。台本作ったことないですね。ピッと押して、ピッと終わりでアップロードなんで、まあ、めちゃくちゃ早いって感じですよね。 うん。だ手間がほとんどかかんない。まあ、この、これはちょっと編集するかな。でも、この、これ、この編集は多分、う5分、10分で終わると思います。うん。最近ね、その、iPhone、iPhone で撮ってるんですよ。iPhone、iPhone 撮ってるっていうか、あの、iPhone の、この、今、内蔵の、なんだ、前は、 このね、ま、まあ、たぶんこれも使いますよ。使うんですけど、この、ワイヤレスイヤホン。ね。これでやってたんですけど、iPhone の内蔵マイクも普通にいいんですよ。普通にね。普通にいいんで。だから今は iPhone の内蔵マイクで撮ったやつはちょっと編集することがあります。いいんだけども、いいんだけども、 音質をちょっとこう調整するみたいな感じです。あと、まあまあ、なんか、まあいいや。まあちょっとやったりしますけど、まあ大した手間じゃないので。なんかね、あの、散歩とか行くと、これ散歩行くときにこれ持っていくの、ちょっと邪魔になるんですよ。散歩して。まあ最近ちょっと梅雨でね、雨降ってるんで散歩ちょっと行けてない部分あったりする今日、今日はちょっと雨降ってないかな。 ずーっと雨ですよ。ずーっと雨で大変で。なんか散歩はこの iPhone とイヤホンだけで。まあ、あと、なんだ、散歩するときは、あの、まあ、この棒ですよね。なんかちょっと棒持って。そうそう、棒。棒どこ行った棒、棒。棒ちゃん。棒ちゃん。あれ、棒、棒。あ、棒ここだ。 棒棒ががいいんですよ棒がこ散歩しながら、散歩しながら、これ持って散歩するじゃないですか。こうやって。こうやって。こうやって散歩するんですけど。こうやって。これいいですよ。<laughs> で、最近のライフスタイルはこれで、まぁ、あ、ちょっとすいません。梅雨なんで雨なんですね。散歩はできないんですけど、 基本は朝はこれ、これを持って、これを持って iPhone ポケットに入れて、まあ、イヤホンでね、音声学習をするしながら、こう、散歩してみたい。で、途中で動画撮るみたいなね、ライフですね。はい。まあ、ただちょっと梅雨なんで、もう本当ね、梅雨ですね。梅雨ですよ。はい。ということで、4800人ですか。 ありがとうございます。ただ、こちらの動画を公開したら、あの、減るかもしれないですけど。まあ、ずっとやってきますんで。まあ、あと、今日の7月1日、今日、今日、18時から、ウラメルマガの方で、プレゼント企画、やりますし、あとは、講座無料ですね。AI 講座無料です。まあ、これからね、AI がめちゃめちゃ、AI、AI で生成されたコンテンツがめちゃめちゃ出てくるわけですよ。か出てますけど。 でその中で、この AI でコンテンツがめちゃめちゃ量産されるこの中でどうやってビジネスやっていけばいいのかみたいな話をね、あの AI 講座、えー、7日間にわたってね、えー、やりますんで。興味ある方はグラメルマが登録しといてください。はい、この YouTube の概要欄に入れておきます。では。